30分ぐらいかかりましたね。はい、ということで、現在ソフトウェアアップデート中ですね。非常にね、進んでいっています。バックアップはね、結構長かったんですけど、まあ順調にね、ソフトウェアの方は更新されているようですね。
そろそろで終わりですね。というわけで工場出荷時の設定に戻り再起動中ですということで、はい、再起動ですね。時の感じようですね。ホーム画面編集ということで、ね、初期の何も起きていない iPod になりました。はい、まあこんな感じなんですね。若干変わりましたね。絵文字の日本語ローマ字とかなってますね。下の方のあれがドックっぽくなってます。便利というのね、もうまとめられてますね。計算機、はいね、メモには何も入ってません。もちろん、あ、なんかスムーズな、機内モードとかありません、ね。まあ、ちょっとそこら辺のレビューは後日。はい、では iPod の方ですが、ちょっと iTunes ダメなので、まあ、ちょっとこれでね、はい、連絡先、メール、メールをこう横にしたら、これもなるのかな。